始まるわね。準備できてるかしら。ええ、とてもいい仕上がりね。期待してるわよ。見事だったわ。さすがに私が惚れ込んだだけの才能が終わりね。よかったわ。一人で待つのは寂しいもの。ええ、行きましょう。辺りはすっかり紅葉しているわね。早く見に行きましょう。素敵な紅葉ね。本当に来てよかったわ。もう少し先まで歩きたいわ。さあ、
早く行きましょう。ありがとう。もう大丈夫ですわ。ありがとう。何か用なの？別に構わないけど。わかったわ。それじゃ。
ちょっと興味あるかな。行ってみましょう。私もいつか宝石の似合う魅力的な女性になれるのかな。ありがとう。もう照れちゃうな。そうだ、ちょっと時間もあるし、どこかで軽く食べていきましょう。私ね、たまにこのお店に友達と来るの。雰囲気のいいお店だよね。こうやって向かい合ってるとなんだか恥ずかしいな。おばあちゃんに悩み事を話してみたら、親身になって相談に乗ってくれると思うよ。うん、そうなんだってね。和美も大変なんだよね。へえ、よく知ってるんだね。いけない時間になっちゃった。もし次があるなら、その青空の下がいいよね。今日はすっごく楽しかったよ。うん、忘れないでね。その一緒に帰らない？よかった。何言ってんだ、縁起でもない。ちょっと転んだだけだよ。大した怪我じゃないさ。本人が言ってるんだから間違いないって。少しは信用しろよ。さてと、私は行くよ。それじゃあまたな。バイトなの。